宮崎県立宮崎西高等学校。付属中学校は、宮崎県宮崎市大塚町流が佐古に所在する、県立中学校、高等学校。併設型中高一貫校。高校は、成功。付属中学校は、西府や宮西付属の通称で呼ばれている。開校以前、宮崎市内には、県立普通科高校は2校のみであり、増加する。 大学進学希望者を受け入れるため、1974年人口増加が見込まれていた宮崎市西部に開校した。大塚台や行き目台等のニュータウンの近くに所在し、完静な環境にある。国公立大学志向が強く、東京大学に毎年10名程度、国公立大学には現役で毎年250名程度進学している。 また、医学部志望が多いことも特徴であり、毎年20名以上が進学している。2007年に付属中学校を開校した。宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校と違い、学力向上や世界を舞台に活躍できる人材の育成などを目的としている。中学校は全県から出願可能だが、五ヶ瀬中等教育学校との併願は不可。 中学校卒業者は原則理数科に進学する。これまで道理他の中学校から高校の理数科に進学できるようにするため、理数科のクラスが1クラス増設された。2012年に総部以来初となる第84回選抜高等学校野球大会に出場。応援団最優秀賞も受賞した。各学年7学級。1年時は自然学級。 二年次より、文系、理系に分かれ、文系、理系に、特別クラスが各一クラス設置される。普通科の合同選抜廃止後は、理数科と切磋琢磨し合う、理文クラスが一年次より設置された。2010年度からは、文系の選抜クラス、理系の選抜クラスが二年次から一学級ずつ、設置されている。各学年三学級。一年次二年次は、自然学級。 三年次で選択科目に応じたクラス編成となる。地歴に科目選択も可能で文系進学にも対応している。一年次は、深度の関係から付属中学校からの進学者と他校からの進学者で学級が分離される。PTA 活動の活発さで知られる。PTA 総会は2回実施され、欠席者に対しても欠席者集会を実施することで、 参加率は、例年90%を超えている。PTA には、早期から、父親委員会が設けられており、生徒の父親が講師となる、夢講座と称した、職業別の進路説明会を主催している。50音順、宮崎西大84回選抜高校野球、NIKKANSPOORTS.com2018 年1月28日、閲覧。 キャリアガイダンスプラス保護者との関係を深める事例リクルート2006年5月。ありがとうございます。